菊池会長は、ね、あ、いいでしょ、まあ、そういうで全部でいいと思う。大中田さん、はい、おおお今なんでチラッと俺見たあ、わかしてるくせに今日はですね、あのちゃんとしなきゃいけないやつです。以前特集させてもらった秀樹さんの飲食業経営審議会の東京総会のイベントなんですけど、今日ビッグゲストで日本維新の党の党首 VS ロイヤルホールディング菊池会長がですね、まあ、いわゆるこうどういうふうに飲食業の産業構造を見直していくかみたいな、まあ、言ったら口のプロレスだねをやっていただく会に、その模様をダイジェストでお伝えしつつ、プラス、その後で飲食業経営審議会の今後みたいなのをディスカッションしていきたいと思いますので、行ってまいります。私たちから全国に発信させていただきましたことでいうと、一つはですね、選挙割です、僕たちのところで、全国に発信をさせていただきました。でそして二つ目はですね、飲食業界の適正売価、適正価格について、これをですね引き続き全国に訴えていっております。外食産業ってそんなに許認可であのガチガチにこう縛られてる産業ではなくて、まあ、逆に考えると結構自立した産業とも言えると思うんですよね。多様性を生かしながらどうやってこう業界全体がこれからまとまっていくのか、皆さん方の生の意見を聞かせていただいてですね、どういうふうにこの外食産業にお役に立てるのかということをですね、あの学ばせていただきたいというふうに思います。政治との関わりが薄い分、その軽減税率にも食い込めなかったっていう部分が、はい、あるなと思ってですね、あの今日僕が多分この場にキャスティングされたのはぶっこめっていうことでキャスティングされたと思ってますので、はい、まあ、どうしても、まあ、政治的な力学とかから働いて、まあ、軽減税率があの導入されてしまいました。まあ、あの飲食は消費税ゼロでいいと思うんですよ、はい、これ人間ね、食べると生きていけませんから、あの飲食に伴う消費税 0% という国はあの外国にいくらでもありますから、参入障壁について、少しお聞きしていければなと思います。あの失敗してもやっぱり何度も再チャレンジできる、そういう仕組みが必要なんじゃないかなというふうに思うんですよね。歴史的にその競争というものが生産性を引き上げて産業を進化させる、私は今のシナリオがあの成り立つためには2つの条件が必要だと思ってますね。1つは市場が拡大していると、それからもう1つはフェアな競争が担保されているというのが大事だ。日本にいろいろ輸入してたものが入らなくなる、食料でいうと小麦、大豆、トウモロコシ、こういうものはもう今非常にピンチな状態なんですね。ですから先ほど私あの予算委員会でそれを岸田総理とも議論してきましたけれども、もう一度やっぱりメイドインジャパンということを考えて、でこれ法律を変えると企業が農地を変えるようになる、だから買わないとなかなかその生産的な長期的な生産計画とかそういうことできないので、飲食業界、政治、行政、どうしたらつながりを持ってですねプラスの力に、変えていけるのかという、一番大きなテーマですね。あの政治家はあの皆さん方の手足になって働く存在ですから、やっぱりこういう形で皆さん方がお集まりになって具体的なやっぱり提案をしていく、自立する個人、自立する地域、自立する国家というのをスローガンに、一つのスローガンに挙げさせていただいてますので、まあ、我々としては頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ということで、先ほど見ていたダイジェスト、はい、本大会終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと先に言わせてもらって、はい、重た4回目です。4回目です。もう4回目、準レギュラーくらい、準レギュラー。今日も
ヒーローかなちゃんのバタ、はい、バタでいらしていただいた、まあ、山形で農業やったり東京で飲食店やったりとか、魚の製造の卸やったりとかいろいろやらせてもらってます。よろしくお願いします。お願いします。今や30代の飲食店経営者を束ねると今外食 SX という団体の代表をやってまして、社会的価値と経済的価値を両輪で回していくという経営手法をみんなで実践していこうという団体をやっております。30代20代限定でというか、若手経営者の意見とかもいろいろ入れて、そう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 、今後は審議会も盛り上げていきましょうと。こんなもう素晴らしいお二人と細かく準備してたもん、はい、ちょっと多くないよ、振り返りを、はい、していきたいな、よろしくお願いします。政治と飲食、はい、飲食と行政みたいなテーマでつながりみたいな話ありましたけど、うん、どんな感じでした？まあ俺たちからするとどちらかというと政治なんて当てにできないぜって思ってるけど、うん、実は政治家の人たちもお前ら当てにしてないぜ、確かに、っていうところがあって、お互いにまあ460万人とかいう飲食の働いてる人たちがまあ、ちょっと歩み寄ったらなんかもう少しおもろい街づくりであったりとかサービス産業になるんじゃないかなっていうのがきっかけだったので、なかなか代表来ないよ。いや本当すごいなと思いました。飲食は税ゼロで行こうっていうのが食の力っていうのは日本にとってすごく大事である、うん、世界にねこう売り込んでいける一つの武器である、うん、あの時はもう会場めちゃくちゃざわついてました。僕あの軽減税率あたりの時にあの、まあ、菊池会長と出会ってですね、やっぱ軽減税率に食い込めなかったっていうのは、まあ、そこで初めて僕自身もあ外食と政治ってもっとやっていかなきゃダメなんだって思う一番きっかけになったのが僕はそこでしたね。こっちはお願いばっかりする、それは政治家の人からしても聞いてくれないよな。参入障壁が低すぎるから、そう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 、オーバーストアになって、うん、けど今後一番話していかなきゃいけない、うん、とこだと僕は思っていて、ここまで自由競争だからこそやっぱりこの世界を代表する食の産業ができたっていうのはもちろんそうだと思うので、まあ、ただやっぱり自分たちの地位向上だったりとか労働主役型のビジネスがもう限界を来ているので、ある程度の規制っていうものがないとこの次のフェーズに行くのが相当難しくなっちゃうんじゃないかなと思います。市場拡大してるときはそれでよかったと思うけど、はいはい、でまあ、これから人口も減る、そうですね、で消費も冷え込む中でいうとオーバーストアっていうのはあると思うので、少し緩やかに締めながら行くっていうやり方、ね、海外オープンするの大変ですからね。そうそうそう、ほんまに。やってた？やってた。投資家さんやってた。オープン前には深み、オープン後はひできない。その流れだった。おもかおもか2023年度の日本飲食業経営審議会の骨太の方針を秀樹さんからお願いします、はい、今年は、47都道府県に審議会を作りたいと思います。素晴らしい、はい、47秀樹の、こう意図をちょっと、コロナで俺たちもだいぶ苦しかったりしたことあるんやけど、まあ、非常にこう不平等なところっていうのはすごくあったなと、市長の意見で、こう流されてしまってっていうところが、飲食の正しい声が聞こえなかったなと、まあ、お金もらうことが決して目的ではないけども、やっぱりその平等じゃないところを言える場がなかったっていうのがまあ一番問題なので、うんうん、まあ、その場を作る、街中で作る僕たちができる、まあ、サービス産業の代表として47都道府県に審議会を作りたいというふうに思っております。いやー素晴らしいです、もうよろしくお願いします。ぜひ、各都道府県で、はい、このような活動に賞賛いただく方はぜひ参加していただいて仲間を募っておりますので、ご連絡いただければと。よろしくお願いします。そしてその47秀樹計画の、はい、同時で動いていくのが清潔塾。清潔塾、はい、じゃあもう塾長から塾長から僕塾長から官民連携で外食産業は産業構造を改革していかなければいけなくて、相談できる人も必要だし、うん、相談してもらえるような人を育てていかなければいけないなっていうのは成形塾で学んで、それを活かして、各地方がやっぱり食の力で盛り上がっていくっていうところが最後の多分絵になってくると思うので、うん、そこを目指してですね、共に学べる人をもう大募集しておりますので、またここまでやっていただければ助かります。経済を学ぶ月と、はい、政治を学ぶ月と、はい、分かれてますよね。そうですね、経済の方は
ロイヤルホールディングスの菊池会長がもうバチッと、はい、やっていただけるとのことで、政治の方はもうあの各、部門でですね、もう専門的な知識を持っている政治家さんたち協力していただきながら学べるっていう、もう本当に今までに外食産業になかった塾かなと思ってますので、ちなみにどんな政治家さんが来るか言える範囲で、今なんでチラッと俺見た。公表していいところで言うと、はい、あの元横浜市長の、はい、中田さん、ウォー、はい、ビッグゲスト、はい、ビッグゲストですね。まあ、僕たち外食産業は農林水産省が窓口なので、うん、外食産業室から、砂川課長に来ていただいて、はい、なかなか熱い人なんで、うん、なあ、もう楽しみです、はい、思うか見たよでお問い合わせいただいたら1回目は無料とか、はい、そういうことしましょう、はい、そうしましょう、お招きいたしますと、ぜひご連絡いただければ、こちらこちらでお願いします。最近その路線に変わってきてないな。おもかおもかおもか、今日の経論は初登場、もっちもっち大活躍で、去年で言うとあの値上げ、そうですね、値上げのポスターをあの、はい、制作して配布されたというニュースを流したんですけれども、いくつかあのメディアさんに取り上げていただいて、ヤフーニュースにも載ってPR 助けてほしい人はあのモッチーまでご紹介しますので、DM ください。あのレストランテック協会という協会があって、そこの、ね、代表理事の方、あの、はい、食べなかったこの、はい、さあ彼ですね、はい、でいろいろお話聞いてると、こう DX だけではもうあの解決しえない問題がこう山積しているなというふうにずっと痛感してたんですけれども、うん、はい、タイミングよくお声掛けいただいたので、あのぜひということで今はお手伝いをさせていただいております。いろんな政治×飲食のところの、うん、まあ、情報を全国に届けるために頑張っていただいてます、はい、今日の経論いきたいと思います。今日の経論ババン、外食はアートとサイエンスが絶妙に絡み合ったもの。はい、こちらのお言葉はどちら様のお言葉でしょうか。あのロイヤルホールディングスの会長 の, あの菊池忠夫さんですね。この団体の顧問としてそうですね、やっていただいて、いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、なんでもちろんこの言葉をチョイスしたんですか。アートでこう価値を上げていける、うん、シェフだったりサービスの方たちってこうとてもクリエイティブなお仕事されてるので、うん、なんかもう少しそのアート性を価値として訴えていけないかなというところがとてもあの腹落ちをしまして、うん、名言にチョイスさせていただきました。この仕事をもっともっとこう評価していただいて、まあ、もう今世界では評価されまくってるんですけども、そうですね、よりこれがあのみんなが豊かになるように、でサイエンスはもうロジカルに菊池会長の言うこと聞いておいたらええんちゃうかなと。ざっくり、最後ざっくりだったね。まあ、飲食業のみならずアートのサイエンス絡みつかしてですね、皆さんの商売繁盛、はい、していっていただけたらなと思います。今日は以上です。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。おもんか、チャンネル登録、チャンネル登録。